ブランドの展開になったの1回だけはほとんど立ち。この2人ってもともとキックボクサーでフェレイラはグローリーのチャンピオン、2階級王者、総合やっても結局ペレイラが勝った。今のさ時代のさやっぱさ総合の選手ってさ完全に打撃の選手の体相当絞ってきてるし、まあ、UFC のスタンダードは本当に打撃が強くなきゃダメだよね。やっぱ打撃のああいう戦いはマサさんも楽しんでる。打撃だったらなんかまあ見ててよくわかるから、寝技の展開は全然わかんないけど、アデサニアローキックの蹴り方が俺と一緒だった。後ろ足の立ち方、蹴る時にこっちにするんだ。 これは俺も一緒だ。普段はこうやってんだけど、はい、蹴る前に こうなるんだ。これでローキック蹴れるわけ。なるほど。右足対後ろ足、後ろ足のローキック蹴る時にそうこっちの方が早いから、あ俺と一緒、アネストホーストと一緒とか。結構カットとかもしてましたよね。カーフはね俺やめた方がいいと思う。ちょっと自爆っぽいね。うん、一回あったよね。今カーフ流行ってるけど多分そろそろカーフなくなるねっていうような気がする。一か八かの攻撃って危ないよ。レベルが強い選手ほど一か八かじゃないから、安全に曲げないように戦うから。まあ俺堀口君に適正階級もう一個下じゃないかっていうのが、あの絞りなのよ。結構体格差でも今回あるように見えました。相手の方が大きく見えてるね。細くスラッと見えるのが悪いってわけでもない。体の力はペレイラの方がある感じだね。1ラウンド目からどんどん前でしたもんね。結構あれやられると疲れるから。